天仙杯は中国の説は、かなり古くから小説や戯曲などの題材とされてきた。玉皇大帝と王母娘娘の第七の娘である七仙女と人間の男性、東映と恋に落ちる衣類婚姻譚の一つ。中国では東映与七仙女の名で知られ、及び集落外の長編神話小説の六の七仙女聖伝は、 中国の四大民間説話の一つとされている。この民間説話のイメージソングは、夫妻曹操はやかんで、書室はこの民間説話と同じ題材の大売儀である。物語の書室は、闘神の文学者、漢方による神解消説、創新期。東英と天の淑女という名乗りの女性に出会い、天女と東英の間の愛を描いた、天女降下譚。普段は、 七夕伝説と混交したと考えられる。後に、民間の儀曲は七千女と食女を分離して、東栄と七千女、牛を食女ということなる物語になっている。漢王朝、官職に東栄という男がいた。幼くして、母を亡くし、不死で何とか生活をやりくりしていたが、ついにその父親まで死んでしまった。葬式を出すお金もないので、自分の身を売り、そのお金で、 父の葬式を出そうとする。その様子を天から見ていた玉光大帝は、東映の高校息子ぶりに感動し、七番目末娘の七千条人間世界に派遣し、東映を助けることにする。やがて一緒に暮らすうち二人の間に愛情が芽生え、結婚してしまう。展開では、勝手に人間と結婚してはならないというおきてが、 あるので、玉皇大帝の命令で、七戦場は展開へと連れ戻されてしまう。他に、戦場を生まれという説もある日本ではあまり馴染みがないことであるが、古代中国では当たり前に行われており、古代劇などでは、売り味装置父と看板を掲げ、身売りをするシーンがよくある。玉皇大帝が人間だった頃の名前、どんな困難でも大忍んだことから、バリ百忍ぶというあだ名もある。 ありがとうございます。